Александр, добрый день. Добрый Добрый день, Валерий. Митамура, добрый день все члены команды, с которыми Митамура сама мина сама конничева. Добрый день все господа, которые присутствуют в сегодняшней конференции. Кё санка штейта кудасару мина сама конбанва. Кё ва но гензай но секай джу но кики но жо 今日の中では我々の GFOMI というプロジェクトの現在の情報とこれからの予定と企画について説明したいと思います。今日は休日なのに皆さんお集まりいただきありがとうございまして、けれども今日のような世界的な全世界での危機の状況の中では普通のではないやり方を私も使わなければならないんです。今日は現在、世界中には全面的な変更が進んでおりますので、今回の危機が終わっても収まっても、世界は元に戻りません。皆さんが、気がついたと思いますが、現在、世界中の、ビジネスを、なんか停止して、たくさんの企業が営業ストップになったりすることがあります。もちろんそれは一時的なことなのだと思いますが、自然的にはこのような状況の中では損する人たちもいますし、儲ける人たちもいると思います。我々の意見だと、その意見はいろんな経済学者、経済専門家の意見をもとにしておりますが、今回の全世界中の経済危機の中には、我々のようなGFOMIのようなプロジェクトが損せずに成功するだけです。ずっと数年前から世界中にはプラットフォーム革命という現象があります。見られます。というのは、現在、booking.com、Airbnb などのようなプラットフォームが、現在、それぞれの時価総額が、ある石油会社よりも高いです。財産などが あまり所有していないんですけれども、財産というものよりも、コード番号とか、ソフトウェア、お客さんと、売り手買い手をつなぐソフトウェアしかないなのですけれども、それでも儲かります。それぞれのプラットフォームよりも、もっと進めている、プラットフォームを我々が、作成しました。GFOMI、メッセンジャーと、マーケットスペースを、がついているプラットフォームです。そして我々がその革命のリーダー、プラットフォームの革命のリーダーになっていることを言えます。そのプラットフォームの革命の意味がもう一度説明したいと思いますが、その主な意味が、たくさんの膨大の人数の人たちが、そのプラットフォームによって自分の商品を提供できまして、たくさんの人たちとコミュニケーション、データ送信できたり、そのことによって自分のビジネス、自分の商品を進めることができます。そのことは我々がよく感じておりますというのは、自分のお店を開きたい、作成したい希望者が今並んでいます。最近はたくさんの人たちが我々の IT 専門家も含めて、在宅を勤務になって、そのためにもっと丈夫に仕事が時間を使えるようになりまして、もっと早く新しいプラットフォームを開発することができて、そして3月30日から新しいバージョンが出来上がっています。そして1週間後頃からマーケットプレイスの新しいバージョンも出来上がります。そして来週頃からアメリカの市場で
マーケット、新しいマーケットプレイスのバージョンをつけるようになりて、CBD プロダクトを広告をするのを元になっています。アメリカ国内でマーケットプレイスのことをテスト、ちゃんとテストして、その次には他の地域で、日本を含めてに広めます。そのことは、たくさんの人たちの興味をもたらすと信じております。というのは、自分のお店を開くためには、費用が全くかからないというメリットがありますので。そして我々の商品、我々のプラットフォーム、メッセンジャーとマーケットプレイスがついているプラットフォームが近代的なものなので、順番で全世界で各地域でオープンする予定なので、東南アジアの地域の中には日本がメインここだと思っておりますので、大事にしております。日本という国が規格の高い国なので、そのためには、この商品が日本国内で進めれば、他の東南アジアの各国でも進められると思います。そのために我々の考え方というのは、その今回の危機を怖いがるのではなく、その危機をチャンスとして使った方がいいと思っています。そのためには、一生懸命メッセンジャーとマーケットプレイスを発展したいと思います。三田村さん、声が切れてるということなので、もう一回、リセットしてみてください。一回、この部屋から出て、三田村さん、部屋から出て、もう一回入ってみてください。それとも違うブラウザも使ってみてください。他の皆様はよく聞こえますか？もしもし、皆さん、参加する皆さん。矢田さんの相談なんですけれども、ブラウザ、一番使えるブラウザ、Google Chrome の方が一番、安心するブラウザ。皆さんは、1から10までの、よく聞こえるか聞こえないか、その評価を、送ってくだされば助かります。1は1はあまり聞こえない、10はよく聞こえるということで、もう一つ大事なことがあります。もう一つというのは、我々がセンリガンと、自分の頃センリガンとは言えないんですけれども、ずっと最初から自分の我々の開発したプロジェ商品がものすごく評価され、どんどん高く、時価総額は高くなると信じて発表しました。必ず我々の商品、我々のプラットフォームを使いたくなる人たちがいっぱいいると思いますので、また、まだ株が残っているということで、そのプラットフォームの所有者、になる可能性も残っています。そして、今日このミーティングに参加してくださる皆様が株主でありて、そのプラットフォームの所有者でございます。将来のある商品の所有者であるから。それで私は以上です。けれども、アレクサンダーさんに代わります。それは新しいキャンペーンと新しい提案について説明していただきます。ご清聴ありがとうございます。Дорогие друзья, всем добрый день. Рад вас приветствовать. Минасан, комбанва. Митамура-сан и все наши японские инвесторы, которые сегодня собрались. Очень приятно, что мы сейчас с вами встречаемся. Митамура-сан, хаджиме тоште, кё санка ште кудасару, нихон но кабудуши, ва минна оцумари итадаки, кансё итасимасу. Тотемо уэйсии дес. Александр, вам тоже здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Гензай ва хонтони секае джу ни ва сингата коронавирусу га хиромари. Соре га хиромари га модарасу кейзай текина хенкоу, кейзай хики га хироматтеру кото ва фуцу но джидай дева най дец.
いろんなビジネスが現在コマロ時代に入りましたが、たくさんの人たちが在宅活動、在宅勤務になったり、在宅 になっても必ず、オンライン、いろんなサービスを、いろんなインターネットサービスを使うことになるのは当然です。それは次の言葉が変に聞こえるかもしれませんが、言うのはしょうがないから、今回の危機は我々のビジネスには助かります。皆さんご存知の通り、我々の商品が2部からなっています。メッセンジャーとグローバルマーケットプレイス。そして今の今回の時代の変更に対応しながら、我々の開発者への課題も少し変更しました。まず開発者に課題としたのは、ビデオ、オーディオ、ミーティング、通信の機能を開発できるように課題にしました。今回のミーティングは声だけ伝わりますけれども、近いうちにビデオミーティングも行えると思います。今度はビデオで皆参加できるようになります。もう一つの課題にしたのは、ビデオストリーミング、皆さんその意味が分かっていると思いますが、と画面、自分のパソコンの画面を共有する機能もつけます。そして今から2ヶ月間の間に我々の商品が完全に全面的にいろんな機能がついてきまして、コミュニケーションにもいろんな活動のためにも使える商品になります。今までの説明がメッセンジャーの説明だったんですけれども、またもう一つのもう一部である、マーケットスペースというマーケットプレイスについては、前の発表者が、よく説明してありました。必ず、これから将来的にはたくさんの人たちがオンラインショッピング、オンライン買い物、オンライン注文など、の機能が必要となりて、よく使えるようになります。皆さんご存知だと思いますが、同じように、今よく成功してきているインスタグラム、ツイッターなどの商品が、サービスが前の、全世界で起こった危機の時に、開発されて、その危機の時には進んでいきました。それでも我々はこの商品を開発するだけではなく、我々がその商品の所有者でありますので、そのためにはもっと利点的なポジションになります。全世界には我々のジェンフォミプラスマーケットスペースのような一緒になっているものが、リチャットだけしかありませんので、けれども、中国国内しか広まっていないもので、海外には出られていません。そのためには我々のユニークな商品マーケットスペースの開発を進んでおりますので、近いうちには完全に出来上がります。現在はいろんな投資関係の活動を行っている株主の口コミによると、現在我々の商品が興味をもたらし、よく皆さんに知られるものになりて、そしてその商品については新人には説明しやすくなりましたという意見がたくさん入っています。そして我々の日本の投資家株主の人たちがいろんな IT テクノロジー、IT 商品を使ったり、よく参加してよく頑張っておりまして、そして、日本からの投資金は結構たくさん入っています。
そして現在我々がその危機対策を、として10%の割引をキャンペーンを、行っております。そしてまた、たくさんの人たちが、全家族で在宅活生活をしていることになりまして、みんな外出ずに活動しますので、家庭の皆様には、ノートブック、PC、パソコンなどが足りないという状態になっているかもしれませんので、特別の宝くじを、行うことに決めまして、毎週4週間にわたり、毎週14台ずつ、商品を決めるようになります。パッケージの大きさによって、PC、ノート PC の種類が簡単なものから、MacBook までとなります。А, да, ну можно сказать, что вот этот перевод тех ноутбуков... Вот этот слайд у него, как у PC, но Shirui, то Daisu, по сути, мы гахайте масс. Майшу, но джисеки, омото ни, цуги но ши, но гэцио бини, как у гэцио бини, такаракуджи но кэкка, хапио ши масс. Дайжи на кутова, конюша мо, соно спонса мо,同じ宝くじのチケットをもらえいただきますので、今週、次の月曜日まで時間もありて、あと3週間もありますので、皆さんは参加できると思っています。今日は我々の取締役会の方々からの説明を、皆さん聞いてくださることだけではなく、皆様、参加者の皆様の方からもできれば何かコメント、口コミを聞きたいと思っております。というのは、皆さんの意見を聞きたいのは、我々は一緒に、このビジネスをもっと進められるようには何が必要だと思っているかという意見、ご意見を聞きたいと思っております。最後には皆様には必ず、ご健康とご成功を祈りたいと思っております。皆様からのご意見は、お気軽に送ってくださり、できるだけ反応します。させていただきます。それではご清聴ありがとうございます。И я сейчас передаю вот микрофон члену совета директоров Наталье Аршавской.私の以上ですけれども、次は取締役会のナタリア・アルシャンスカヤに代わります。День добрый. Рада вас приветствовать всех в этой студии. 皆さん、こんにちは。今日のミーティングに参加くださりありがとうございます。Спасибо, что вы оторвались от своих дел и пришли на наше общение, разговор.И только жалко, что мы не можем видеть пока друг друга. Сегодня мина сама га оисугаси токоро, токубецуне джикан о цукутте кудасатте, сангеште кудасари, аригато гузаимашта. Хитоцу даке заненна кото га аримасу. Мада мада видео кайги га декинай кото даке дасу. Вареваре но кайхатсу шита бизнесу но ритен ницуйте сецумэй шита кунайн дес кередомо.話したいテーマが皆様の夢、皆様の夢と予定、今年の予定などについて話したいと思います。もちろん、皆様と我々には一つの大きな目標がありて、その目標が全組と関わって、関連してありますので、もちろんそれには皆様が我々も個人的な予定、個人的な計画、目標などがお持ちでしょうか。もちろん、まず、現在は、皆様の中には、この時期については、不安と思って、何か心配が発生している時期だと思っている、人がたくさんいると思います。我々が、
親戚とかの友達から離れて会えなくなりました、会えなくなったり、する時代に入りましたので、そのためにはある程度心配があるということです。現在の危機はどこの国でも同じものですけれども、人によってその危機に対する反応とか、その危機の受け入れはみんな違います。人間の半分ぐらいは、何か自分の周りには、いいことは見えなくなりて、自分の活動、その活動は一時停止すると思います。けれども、人間の一部が、もしかしてわずかな一部だけは、困難ということは、チャンスだということで受け入れて、そのチャンスを使って、こんな難しいところにはチャンスを見つけて、行動し始めることになります。我々が検証になっても、みんなバラバラになって離れている状態の中にも、どうしてもコミュニケーションができるようになっています。そのためには我々のような頑張っている人たちが不安を感じている、心配を恐れている人たちに対してはできるだけ手伝ったり応援し合いましょう。たくさんの人たちが自分の生活が潰れてしまい、もう慣れている生活の流れが潰れて、将来は、明日はどうなるか心配する人がありて、ものすごく困るようになります。我々と皆様だけが、我々のような人たちだけが、そのような人たちには、手伝ったり、安心させたり、その人たちのパニックを収めたり、することができます。我々がそのビジネス、自分のそのビジネスをオンラインで進めることが十分にできますので、そして皆様がご自分の目標、計画などを見直して、よく考えてほしいです。そして今日は皆様のお持ちになっている株、株式に関連する目標についてだけ話したいです。また、お持ちになっている株式の数だけではなく、CC、達成した CC についても話したいと思います。CC の数字の意味がみんなご存知だと思い、分かっていると思いますが、CC が、の数字が高ければ、売却を、その会社の売却の際には、お持ちの株式の金額が上がります。そのためには売却の際には、たくさん儲けるためには、儲ける率を上げるためには、ご自分の資質を上げるいろんな方法を使えばよろしいと思います。そして皆さんの頭の中には、2つの目標がずっとあればいいと思います。大きな目標は株式の総額に関連する目標と今週のそのビジネスを通して儲けられる金額とか1ヶ月間にわたり儲けられる金額をずっと頭の中に持っておいてください。その日には皆さんが自分の行動のモチベーションなど、行動するか行動しないか、というのが決めるのは、本人だけです。皆さんが分かっていると思いますが、その お持ちのお金の金額は、個人の自由性を表します。お金さえあれば、
いろんなことが購入できたり、品物だけではなく教育など、他のいろんなこと、今の危機の期間が終わったら、もうその時間は近づいていると思いますが、我々が旅行に行きましょう。そして旅行の際にも我々が、お持ちの金額、お持ちのお金、によってホテルのクラスを、例えばフライトの、ビジネスクラスを、そのフライトが、毎日選ぶことができます。もちろん我々は自分の口座の金額を、調べずに、ただ何でも選ぶ、という時代、選べるという時代が近いうちにはならない、来ないんですけど、どうせ皆さんはステップバイステップを小さな目標から始めて、例えば、第一歩として、1日とかある期間の、計画する、利益の目標から始めればいいです。そしてご自分で、自分の目標を決めれば、必要な金額を頭に中に入れれば、全宇宙がその目標を達成するためには助かります。Например, вы говорите, что я хочу зарабатывать каждый день $1000. 例えば、私は、ある人が、私は1日1000ドルの収入が欲しいと思っています。そして、その目標を達成するためには、計画を立てます。何人に会って、何人紹介すれば、その1000ドルは、収益になる。もちろん最初からこのような企画はスムーズには、実施できないと思います。けれども、この計画実施のためには頑張れば、時間が経って、その決めた計画を達成したり、それよりもいい実績が出ると思います。そして、計画した1ヶ月とか、その期間、決まった期間の収入を達成することができたり、自分の計画を実施できるようになります。そして自分でこのような行動に慣れてきまして、その、紹介した人たちの、下のパートナーたちにも、人たちにも、このようなやり方と考え方を教えてくだされば、パートナーたちも、同じように、自分の自分で立てた計画を、達成することになります。なぜその話をするかというと、目標がある場合は、その目標を実現するためには、計画と企画と安定性が必要です。どんなビジネスの中には企画が大事です。例えば、あなたが、皆さんが自分のお持ちの株式、それが1万株を達成したいと思っています。その目標を達成するためには企画を立てて、もちろんその日その日の企画の部分は達成したり達成しなかったりすることになるかもしれませんが、その企画の範囲の中に活動すれば、行動すれば間違いなく実行できます。もう一度繰り返したいと思いますが、前にも説明したのでしょうか。我々が世界のためにはユニークな商品を提供しています。前にはこのような商品が提供されたことがあります。皆様もこのプロジェクトの意味、大きな意味を理解できれば、他の人たちにも説明しやすくなりまして、その説明が楽になります。例えば日本国内で人気のある LINE メッセンジャーがみんな使っています。もし想像してみてください。LINE が始まったときに、
もしその時に LINE が WeChat と同じように、マーケットプレイスを機能がついてて、可能性の、明るい可能性のありそうな、プロジェクトであり、その時に、その株主になってくれないかという招待が、みんなもらったらどう思いますか。その時に、もし招待されて、皆さんが、たくさんの人たちを、紹介すれば、ご自分の所有、株式の数が増えるという説明がいただければ、その時にはもしそのような状況であれば、今皆さんが頑張っているよりも、その時にもっと頑張ったかもしれないでしょうか。もしその時にそのような状況であれば、皆さんがエネルギー感を減らして、一生懸命、頑張っていたと思います。それでも、なぜ我々は、ジェンフォミーのためには同じように頑張っていないのでしょうか。そのラインとの、一つだけの違いがありて、ラインよりも、ラインと同じようには、同じように、よく知られていないものであります。けれども皆様がこの、工程の半道を通っておりますので、途中には、この商品がどのように変わってきましたかとみんな見えましたし、また近いうちにマーケットプレイスも世界中に使えるようになりますし、普通は初期の場合は、我々は自分の力の 80% を入れて、結果の 20% しかすぐに目立たない。けど時間が経つと逆になります。そしてこの時代はもう近づいています。近いうちには残りの株の表示がどんどん減ってくると思います。少なくなると思います。その時に頑張っていなかった人たちが、私はその時にはなぜ頑張っていなかったかと、残念ながらとの思いをするかもしれない。私思っているのは、そのプロジェクトの売却の際には、皆さんがそれぞれ所有している株式の数が違うと思いますが、誰もその瞬間に持ってた株式、足りないと思うとに違いない。けれども、前に戻ることはできません。前に戻って状況を直すことはできません。そのために今日は皆様の目標、目的について話し、もう一度ご自分の目標、目的を見直すように願いしたかった。もし何か欲しがる、欲しがりたい、欲しがりたくなる場合は、それは安心して、欲しがってください。何か大きいものでも欲しがるのを自分のために許せれば、それは自分の命の一部になります。その夢を実行するために、どのぐらいの力を与えられるか、どのだけの問題です。我々の世界がもう変わってきまして、元に戻らない、戻ってこないと、我々も皆さんも、分かっていると、理解していると思います。そして、この世界は将来にどうなる、どのようなものになるかということは、我々の力次第です。まず最後には、もちろん皆様には必ずご健康を祈りたい。もう一つ祈りたいのは皆さんにはお金が足りないことがないように。皆様の財産がどんどん上がるように。また、もし何かお困りになった場合は、困難なことが発生した場合は、自分の力で友達の力を借りて、その問題を
超えられるように。またその我々のプロジェクトを日本国内で発展するためには一生懸命頑張ってくださるということで、本当に心を込めて感謝いたします。そして今の現在のような時代には皆さんが在宅生活をしているということで、もっと自由時間はもっとたくさんお持ちになるんじゃないですか。そのためにはこのプロジェクトについてはいろんな人には教えられる時間はもっとあると思います。И пусть у вас все получается. И пусть у вас все всегда получается хорошо. Субете, мина самано, на него я тему, субете сейко сурьёни, и наримас. И до новых встреч. Матай, Масимо. Я хотел бы от лица японской группы инвесторов поблагодарить совет правления за такое послание. エドワードさんが日本の皆様を代表しながら取締役会の人たちに感謝を表したいと思います。現在は皆様には所有している株式の数を増やすチャンスがみんなお持ちでしょうか。そのご自分の株を増やせる機会なのでの2つの来週の月曜日に限界になる期限とするキャンペーンと月末までのキャンペーン、そしてまた取締役会の人たちが日本の皆様を、日本という国を全東南アジアの中心でありて日本で成功して全東南アジアに広まるという計画があるとのこともとても嬉しいです。三田村様がシルバープレジデント、三田村様がシルバープレジデントの立場になれてトップリーダーとなっております。そして感謝いたします。そして今日はこの会議に参加してくださっているお客さんがその三田村様のグループの大株主であります。そしてナタリア・シャフスカイさんがおっしゃったの通りに、現在我々にはみんな、そのプロジェクトの本当の大株主になるチャンスがあります。そのチャンスを実行するためには、今月はいっぱいがあります。私は三田村様と毎日連絡を取り合っておりますので、全面的なサポートを与えますので、皆様が今日からでも新しい購入を進めてもよろしいです。Спасибо вам за то, что вы пришли на эту конференцию и до скорой встречи. 今日皆さん、ご清聴ありがとうございました。また今度必ず会いましょう。